お腹が気になるから一生懸命腹筋、反り腰が治らないから前もも伸ばす。実はお腹をへこませるためには腹筋ではなく腹横筋、反り腰直すためには前もも伸ばすんじゃなくて裏ももを伸ばさないといけないんです。今まで腹筋と前ももストレッチやってたよっていう方は、今回のメニューを行うことで確実に早く解消されます。反り腰って前もも伸ばすんじゃなかったのって思った皆さん、よく考えてください。前ももは引っ張られて疲れが取れずに張ってるんです。ももの裏を引っ張らないと前のももって緩まないので、いつまで経っても前もも伸ばしていたら変わらないです。反り腰が治ればお腹もへこみやすくなります。足を細くしたい、下半身太りを解消したい40代の女性、お腹を引っ込めた40代の男性にぴったりなメニューになってます。そこに加えて今回は特別、内臓下垂、下腹ぽっこり、お尻の横の大天使が出てる方にぴったりな体幹メニューを最後に付け加えてますんで、頑張って最後までやってみてください。まずはその場で前屈をしてみてください。ももの裏が硬いと前屈が硬いです。今回はもも裏、お尻、腰、これをしっかり伸ばしていくことで体が早く変わります。タートル体硬いだろうって思った皆さん、私はストレッチすごく慣れていて、足は180度開脚できます。縦にも開きます。これはストレッチのコツを知ってるからです。今回皆さんもコツを掴んでいきましょう。まずは足軽く開いて、一度痛みを感じたらゆっくり引っ張ります。息はゆっくり吐いてください。痛みを感じたら一回戻してゆっくり伸ばす。反対も一緒です。痛み感じたら戻してゆっくり伸ばしていきます。一度痛みを感じたら、あとはゆっくりマイペースで引き止めないように伸ばしてください。動きはゆっくりの方がいいです。少し止まっててもいいです。最後までやると反り腰治って、腰痛治って、お腹もへこんで姿勢が良くなりますんで、はい、 OK。 次はうんち座りから体重を右左に移しましょう。これは足首とふくらはぎのストレッチなので、もう普通にね、痛いと思ったら反対にしたらいいです。できればかかとを床につけましょう。首が硬くてもね、やはり膝がね、反調したときって後ろに出っ張って前のももがね、引っ張られやすいんで、足首、ふくらはぎも伸ばしましょう。こういうね、体の根本を改善していくと体のラインも良くなるので、自然とお腹もへこんだ姿勢、足も細くなります。じゃあこのまま今度は片足出したら前かがみ、交互に前かがみです。軽く床に手をついてね、慣れてくるとつま先も上げてください。斜めに前屈するようなイメージです。ゆっくりでいいですよ。下に慣れると少し止まってゆっくり伸ばしてみてください。お尻、下で伸びてると思います。痛くても毎日続けたらね、気持ちよくなってきますんで頑張りましょう。 OK。 それでは上向いて寝ましょう。片足伸ばして反対の膝を抱えてキープしましょう。リラックスしてね、ストレッチしていきましょう。もし腰がね、痛いよって方は、たまに膝をね、前に戻して緩めて、また近づけてください。どんどんバージョンアップしていきますので、今の間にね、筋肉の緊張をしっかり緩めていきましょう。はい、反対も一
緒です。行きましょう。片側だけなんか硬いし腰が痛いよって方はね、ちょっと体の歪みがあるんで、こういうストレッチでね解消できますんで、片っぽ痛かったらね、痛い方はゆっくりでいいです。無理しないようにしましょう。ちょっと足とかね、腰を揺らすとちょっと緩むんで、力緩めながらね伸ばしていきましょう。どの動きも少し痛いなと思ったら、ちょっと体を揺らしてください。緩みます。 OK。 今度は片足上げて手を組みます。もも裏に当ててこのままキープしましょう。もしスマホ見ながらの人はね、片手で足の裏持ってたらいいです。たまにつま先を起こして、もし前ももつらかったらたまに下曲げていいです。この前ももがつらいのはもも裏が硬い証拠です。もも裏に原因があって前ももが疲れてるんで、しっかり裏をね伸ばしましょう。たまに曲げていいです。前ももがだるいよっていう人ほど反り腰になってます。しっかり伸ばして、もも裏伸ばしましょう。 OK。 反対腰です。もし持たずにできる人はね、もうこのまんまでもいいです。膝ピーンと伸ばして、できればつま先上げて、これでキープしましょう。ちょっともも疲れるよって人はたまに叩いたりしてね、ももの前側を伸ばしてみてください。もし前もも辛いよとしたら、たまに足をね振ってください。力が抜けます。はい、じゃあまずね足伸ばしてちょっと腰を譲りましょう。足をねブルブルブルって揺すりましょう。一回リセットしましょう。足だけ振ってもいいです。たまに腰も振って、これ一回やるだけでねすごい変わってきますんで、どんどん反り腰が今解消されてますから、最後を楽しみにねやっていきましょう。はい、今度は膝を曲げて左右の足を足の甲でふくらはぎ少し保ちましょう。割とね強めにふくらはぎを叩くと筋肉の緊張一気にね緩みますんで、足首から膝裏にかけて足の甲でねトントントンってしましょう。一番最後にもう一回前屈しますので、そこでビフォーアフターでねしっかり出していきましょう。前屈ができればね反り腰治りますから。で今度は膝を抱えて足を外に3回開いたら足を閉じます。 1,2,3 回開いたら休みましょう。これで股関節周りをしっかりストレッチしましょう。膝抱えたら腰をねしっかり床につけて膝をね開いてください。体が硬いのはね、体が硬いんだけど実はそうじゃなくて、筋肉が緊張しやすいっていうことが原因にあるので、
筋肉緩めながらねやったらすぐ伸びますよ。じゃあ今度は膝を交互に歩く感じで伸ばしていきましょう。こういう感じでできればね持ってた方がいいんですが、まあ、スマホ見ながらの人はね自分の足で動かしてもいいです。ただポイントは腰を床につけます。しっかり腰を押し、もも裏伸ばしていきましょう。今度は曲げた膝を交互に上げましょう。ももを胸につけるイメージ。できればつま先をね起こした方がいいです。動きはマイペースでいいです。膝伸ばしたら抱える。これでお尻、腰、もも裏がしっかり伸びます。腰を丸めるイメージでするとね、しっかり伸びます。それでは下腹周りの体幹を締めていきましょう。このポイントは息を長く吐くことです。寝た状態で足を開きます。左手で右の足首を軽く持つ。届かなかったら手を伸ばすだけでいいです。これで息をふーっと吐いたら戻りましょう。ふーっと吐いたら戻ります。右手の肘をついてねちょっと体を起こすようなイメージです。今は左側のウエスト周りを締めてます。起きるのは低くてもいいです。こんな感じでね低くてもいいです。できる人はちょっと体を起こして、起きたいよって人はね寝たままこんな感じでいいです。とにかく左手を右の方に伸ばしてればいいです。あとは息を吐くこと。はい、反対も一緒です。いきましょう。とにかく右手を左の遠くに伸ばすだけでいいです。足首も出る人は足首を掴んで息吐く。左にひねるときは右のウエストを使ってます。難しいけどね、やってれば慣れてきますんで。はい、OK。楽に足を開いた状態で手を前に伸ばして軽く背中を丸めたら戻りましょう。息を5秒ぐらい吐いてください。一生懸命起きなくてもいいです。肩がちょっと浮いていればいいです。で、首つかれる人はしっかり下を向いて、首つかれる人もねやってれば慣れてきますから。首で弱いとやはりね一気メニューきついんで、首の力もね一緒につけましょう。それでは起き上がって最後にもう一度前屈をしてみましょう。ももの裏、お尻、腰が伸びてればね始めよりもね楽にできてると思いますので、ね、どうですか皆さん、コメントで教えてください。